4月2日ニュースオープンエイド、本日もありがとうございました。ありがとうございました。もう今飛沫のことをいろんな人に言われたので一生懸命マスクしております、はい、マスクしていただいて、ね、ここら辺もちょっと吹いてありがとうございました。吹かないといけないけど本当にこんなに自分の飛沫が問題になってくる時代なんだなと思ってそうですね、うん、これもまあ今だけ、いや今後みんなが飛沫に気づいてしまったんで、これからはいろんなところで言われる飛沫以降、飛沫以後みたいな感じになった。なっちゃった。なっちゃう。ありがとうございました。今日2人も、はい、喋りたがりがいた僕が田山さんと俺がこうなってる中よくまとめてもらって。とんでもないです。ね、青美さんは、はい、YouTube やってらっしゃるんですよね。はい、細々とやっております。もう先輩としてちょっといろいろお聞きしたいんですよ。なんか。どれくらいの時間でやってるんですか。都市伝説やってらっしゃる。都市伝説が好きで、うん、都市伝説のこう勝手に喋ってて、だいたい10分ぐらいの、10分ぐらいなんだ。もっと短いのもあります。あ、本当。はい。都市伝説だったら結構喋れるの。はい。好きなこと。どんなものがあるんですか。いや、ちょっと言えないここで言えない。ちょっとウイルスのパニックに繋がっちゃう。そうだね。そうだよね。それはもう YouTube 見て確かめました。はい。あとはなんか宇宙人とか好き。大好きなんだよな、宇宙人の話かな。はい。実は、はい、影の政府が UFO のこと知ってるとかでしょ。そうです、ね、好きだな、はい、ごめんなさい、もうそこ好きなんですよね。よかった、うん、はい。これはもうね、考え方なのでただ好きなんですよ。はい、よかったです。清水さん、今 世の中を見て一番ネタになりそうなことって何かありますか。ね、何でもネタになるし、はい、もちろん政治のこともネタなんですけど、はい、人間ですね。人間、うん、自分も含めた人間がどれだけ、はい、ピンチの時に、はい、せこい真似をしたり、はい、勘違いしたり、はい、滑稽なことするかっていうことがやっぱり一番ネタになる、はい、自分ですよね。普段からなんかチェックされる、うん、やっぱり、ね、気になって見ちゃう。こいつどういうつもりって言ってんだろうとか、俺も含めてなんで俺こんなこと言ってんだってことあるわけ、はい、急に黙ってて発言すると、はい、わけは後で考えるとそんなわけねえだろうってこと言ったりするとか、そういう人間のありさまがやっぱり一番面白くて、はい、だから出かけていったりいろんなもの見るんだと思います、はいはい、うん、ネタ作りというのもそういったなんか自分の内省することで、うん、でもね、それはやっぱり自分のことを言わないと自分が一番バカだなっていうところになると思うんですよね、うん、それ忘れてる時に人の共感は呼ばないんだと思って、はい、いつもやっぱり自分なんだな問題はっていうか、はい、一番偏見があったり間違えるとか、はい、ズルをするとか、はい、あと大体悪い人いなくて、はい、ほとんど今の政権の中にいて怖いって思う人も、はい、キャパシティが小さいとか弱いとかいうことだと思うんですよ、悪いっていう。俺もだからそのことをもう解き明かしてってスカッとして、はい、でやっぱり最終的にはやっぱり人間を肯定したいと思っているんですよね。きれい事を言うと、はい、そうできない怒りもあると思うし、世の中には簡単なことじゃないけど、はい、最終的にはできる限り肯定しているところを目指したい。そのまでにはやっぱり熱を持って叩いていくというか、はい、でも人間です、自分も含めた人間のありさまこそが一番のコメディのネタの源になるかなっていう。政治家の方とかも人間ですもんね。なんかバカにしたりとかっていうよりは愛を持って、はい、愛なんていう段階で怒りが愛だと思うんですよ、僕。ちゃんとした怒りって、そうですね、やっぱり愛、形にならなかった愛だと思っていて、これもう誰かが言ってたんですけど、恋愛で数々失敗してきた俺としてはよくわかる。ストーカーになってしまうのも報われなかった愛なんだなって思うんですけどね。だから、まあ、ストーキングとしても、はい、こう社会とか人間に対するストーキングですよね、はい、もうここに犯人って名付けて自分で、はいそういう間違ったところっていうのを自分の問題にしていくというか、はい、固い言い方になるとそんな言い方かな。人間が面白いですやっぱり。今日もやっぱりもう面白いんですよね、はい、皆さんがどういうリアクションどこで笑うんだっていうとねこの人はこういうことでは笑わないなとかなんでなんだろうとか面白いですで誰でも自分に優しくしてくれる人は絶対好きだから、あ、まあ、なんかそういうところも面白くて、はい、それを笑える余裕は持っておきたいというか、はい、思います。細かいことが起こるたちなので、じゃあやっぱり心に余裕というか、はい、そういうものがないと笑いけないですね。でも余裕のない人間が始めるのもコメディなんですよねやっぱり。だから余裕ないものだと思っていいと思うんです、誰もが、はい、総理も含めて誰もが財界の大物も含めてないんですが、できるだけちょっと突き放して自分のことを見ようっていう、そういうふうに思おうっていうような言
ぐらいですかね、心がけるっていう、コメディを心がけるというか、うん、それぐらいのことなのかなってちょっと思ったり、今聞いてもらって初めてこういう、あ、こんな風なことなんだって思いました、質問で、はい、うん、ありがとうございます、はい、で今日私もお話伺って、うん、なんかそういう訓練とか、はい、ぜひちょっと興味が出た人、ね、多分視聴者の方もいらっしゃると思うんですが、やりません、どういう一歩を踏み出せば、スタンドアップコメディ皆さんなるんだろうね、自分がどう思ってるかをちょっと語ってみるっていうこと、はい、こういうふうに思うって意見を人に向けてどう伝えるのかってことでちょっと書いてみるといいと思う、1分から3分ぐらい自己紹介から始まるんです、スタンダードコメディ、自己紹介、僕はこんな人間で、はい、毎日こんなことやってますなんでかというとこういうことになりたいんです、でも現実慣れてません、なぜかっていうとみたいなことでいいんですよ、はい、その中に必ずコメディの要素がやっぱりありますと僕は思ってて、うん、なんか、うん、まず書いてみていいんじゃないですかね、で人に向けて喋ってみたら始まるような気がします、そうですね、うん、ツイッターとかも最近はありますもんね、はい、そうですね、それからちょっと、うん、面白い、もうそれはやる人の熱を感じますよね、もうやるっていう、真美さんからやるって、アイアンはアイビルビースタンダップコメディアンと、やりましょう、はい、それは、はい、うん、本当に面白い分野だなと思いました、はい、本日はありがとうございました、あと大丈夫ですか、オフフェードに合ってると思うんですよね、はい、これでちゃんとホストになったら意外とちゃんと黙ってる、ああ見てみたいですね、アンカー、ね、今日ちょっとよーしと思っちゃったところがはいですね、はい、すいません、あとで言い訳みたいな感じですけど、はい、アンカーの日が、ね、来るかもしれませんね、売り込んでおきます、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございました、本当に楽しくやらせていただきまし た, あ, ましたあの、とにかくご無事で皆さん、はい、いろんなところでまた改めて、元気でありましょう、はい、ありがとうございました。